それでは今日の特集です。はい、特集でございます。今回は今の時期におすすめしたい嬉野温泉の旅をご紹介したいと思います。さあ、スタジオの皆さん、嬉野温泉なんですが、小出さんは行かれたことは、まだね、嬉野嬉野の気分を、ね、味わったことがなくて残念ながらまだ行ったことないんですよ。そうなんですか。行きたいですね。温泉も素晴らしいですし、その他にもたくさんの魅力があるんですよね。それでは VTR ご覧いただきましょう。熊本市内から車を走らせること2時間お邪魔したのは、すっかり秋色に衣替えした佐賀の嬉野温泉。嬉野温泉にやってきました。もう街並みも情緒があって素晴らしいですし、今日は温泉に入って美味しいものを食べて。はい、沿線でござる、ニンニン。はい、こちらなんですが、嬉野温泉を案内してくださいます。肥前夢街道で忍者として活躍中、嬉野温泉のことなら何でも知っているという沿線。今回は沿線のおすすめスポットを案内してもらいますよ。吉江さん、僕がまずおすすめする一つ目のポイントは、日本三大美肌の湯です。美肌の湯、はい、そうです。いいね、最高じゃない、はい。実は嬉野温泉は島根県の日の神温泉、栃木県の喜連川温泉と並んで日本三大美肌の湯に選ばれている温泉なんです。今回沿線が案内してくれましたのは、8月にオープンした嬉野館。四季を彩るバイキング料理と無料で遊べるカラオケなどの施設が充実したホテルなんです。そんなホテルの自慢のお風呂がこちらの露天風呂。素敵ですよね。入湯、気持ちいいよ。お湯がね、ぬるぬるですね。これはまさに美肌の湯。吉江さん、湯加減いかがでござるか。お、いたのかい。いました。あのね、はい、お湯すごい気持ちいいよ。こちらの温泉はナトリウムを多く含んでいる重曹泉で、角質化したお肌を滑らかにしてみずみずしく蘇らせる効果があるんですよ。多分ですね、明日のお化粧のノリバッチリですよ。ちょっとそれ楽しみだわ。はい、吉江さん、嬉野温泉の魅力まだまだたっぷりありますよ。へー、次は何だろう。はい、今嬉野温泉で一押しの紅茶ソフトクリームを召し上がっていただきたいと思います。紅茶ソフトクリーム。はい、嬉野は日本で有数のお茶の産地として有名なところなんです。へー、それのソフトっていうわけね。はい、そうですよ。わ、楽しみ。そう、嬉野はお茶の産地としても有名な場所なんです。なんと温泉街の中には20軒以上のお茶屋さんがありまして、それぞれのお店で工夫を凝らしたお茶製品を販売しています。その中の1軒がこちらのリンク、お茶屋さんが営むスイーツ店です。お待たせしました。紅茶ソフトの私になります。ありがとうございます。もうすでに香りが、いただきます。おいしい。紅茶本来の甘みとで、ソフトクリームのこのクリーミーなね、味わいがマッチして、ミルクティーを食べながら飲んでるような感じで、おいしい、上品よ。この嬉野で採れるお茶なんですが、全国茶品評会で5年連続1位を獲得したこともあるんです。この美味しさの秘密は寒暖の差がある気候。この気候のおかげで爽やかな香りと程よい甘さのお茶が生まれるんですよ。緑茶と紅茶の茶葉はもともと同じものですから、そんな茶葉で作られるソフトクリームはもう格別な味です。実はですね、その紅茶ソフトクリーム、佐賀県内のご当地ソフトランキングで1位なんですよ。佐賀県でもナンバーワンなの。そうなんですよ。お茶自体は、はい、全国のナンバーワンで、はい、ソフトクリームも県内ナンバーワン。そうなんです。すごいね。来たら食べんといかんね。食べんといかんですよ。ねえ、はい、食べたいな。吉江さん、嬉野といえばお茶も有名なんですが、もう一つ外せないのが温泉湯豆腐です。
湯豆腐、はい、そうさっきからね、うん、いろんなところに湯豆腐の看板あるなと思ってたのよ。そうでしょ、うん、はい、その中でも僕のおすすめなのがこちらのお店です。宗庵横丁です。宗庵横丁は創業57年、嬉野温泉の湯豆腐発祥のお店。こちらでいただけるのが嬉野産の大豆福豊を 100% 使った自家製豆腐で作る湯豆腐定食です。グツグツしてます。美味しそう、はあ、わふ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 わのとろとろね。でしょ、茹で汁っていうんですか、うん、はい、すごくいい出汁と塩加減で、うん、豆腐自体のね味を引き立ててますよね。そうですよ。これですね、うん、あの嬉野温泉の源泉を使用してて、うん、その温泉に含まれている成分が豆腐を柔らかくしてとろっとろにしてるんですよ。こちら胃腸や肝臓に優しいと言われているんですね。嬉野の温泉水で煮込むとあら不思議、煮汁が白く濁り豆腐がとろとろに。嬉野の温泉水が生み出すここでしか味わえない奇跡の一品です。すごいね。すごいでしょ。人間はツルツルに、豆腐はとろとろに。そうそれが嬉野温泉ですか。そうでございますよ。いや今回は主さん相当美味しかったんでしょうね。もう目玉と鼻の穴の広がりがすごかったです。吸い込まれちゃってたね。私も自分で見てびっくりしちゃいました。もうね、ツルツルトロトロ、ね、実際にこの取材の翌日、うん、化粧のりが全然違ってですね、私何つけたっけっていうぐらい、私も行ったことがあるんですけど、本当にその日の夜はもう化粧をせずに帰って、うん、次の日化粧するのが楽しみになるんですよね、うん、嬉野って。嬉しいことばっかりだな。じゃあ嬉野って言うんですね。嬉野いかな、ね、行きたくなったでしょう、田原さんもちょっと久しぶりに行きたくなったのでは。休んで行きたくなりましたね、これね。休んじゃいますか。いやちょっと、はい、ね、本当温泉もそうですし、街並みがとても情緒があって、いい、ね、立ち寄る場所が ね、いくつもあるんですよね。あのイケメン忍者そう、すごいね、エンセンさん。そうなんですよ。日頃は以前夢街道にいらっしゃるということでですね、うん、とても詳しく案内していただきました。魅力満載のね、うん、嬉野温泉なんですが、ここでご紹介しましたスポットね、改めてご紹介したいと思いますけど、あ、ちなみに今日紹介したお店なんですが、全部徒歩圏内で10分以内で歩いて回れるんですよね。でしかも街中の至る所には無料の足湯もありまして、そちらもおすすめでした。ちなみに当日はお散歩中の幼稚園児のみんなが楽しんでましたけど、いい話したよ。はい、さあそれではここで情報をおさらいいたしましょう。はい、まずは温泉が気持ちよかったです。湯海リゾート嬉野館なんですが、こちら1泊2食付き税込み8100円となっています。プラス入湯税が150円必要となっています。これ土日祝日大型連休もこの価格で、お一人様にも嬉しい、一室1名様でもこの値段なんですね。熊本からだと便利なバスセットプランも出ています。続きまして、ソフトクリームがとても美味しかったです。リンクなんですが、他にもお餅を使ったスイーツなども美味しいんですよ。でちょうど目の前に足湯がありますので、ソフトクリーム食べながら足湯というのもね、これからの時期おすすめです。さあそしてお豆腐が美味しかった宗庵横丁なんですが、お持ち帰り用のセットも販売されています。であの漫画美味しんぼにも取り上げられた名店なんですね。すごいでしょ。さあそしてこんなイベントも開催されます。嬉野温泉では11月3日祝日に湯豆腐フェスタが開催されます。豆腐湯葉作りなどが体験できるイベントです。ぜひ参加されてください。以上とっておきのコーナーでした。さあもうね、これからの季節はね、温泉入ってもうぬくぬくになって、お肌もツヤツヤではなってみてはいかがでしょうか。では続いては中継です。今日はサンロード新市街に出ているということですよ。長木さん。